ありがとうございます。年末からね、私ブラックキャッツいっぱい文句しまして、それをね、今日もちょっとやろうかなと思います。ブラックキャッツとなんかハワイアンしかやってないですもん、今年年末からね。その流れで今日ブラックキャッツと4曲やりたいと思います。1曲目は恋のチャイナクラブという曲でございます。ウカビリのバンドをね、ウクレレやるのもなんかね、もうちょっと面白いかということで、なんか弾きやすいんですよね、これ A の、 コード進行なんですけどね、すごく A の進行がウクレレだとすごく弾きやすくて、ギターだとね、過去をつけちゃって作れてね、J にしたりするんですけど、これギターの人しかわからない話なんですけどね、そんな感じでこう原曲キーで歌えるかなという感じで、はい、次はピンクのレモネードで曲をやってます。じゃあピンクをね、このようにやります。Thank you.
すごく弾きやすいです、なんかね、ギター、はい、あ、ちょっと後ほどギターに持ち替えますんです、はい、いいですね。